I spend too much time just getting ready. Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing. はい、皆さんどうもこんにちは。今日も今日とてまたもや公園の散歩なんですけど毎回散歩動画ですいませんって感じですけど、今日来てる公園もねすごい広いくて大きいんですけど、実はですね、まあ年末にしてですねちょっと引っ越しまして、場所を、はい、ちょっと今までいたところからはちょっと離れてるんですけど、はい、まあ、一応ロンドンなんですけど離れているところに引っ越しました。なのでまたねちょっと街の雰囲気とかも違うかなっていうふうには思うんですけど、はい、そういうことがありました。で、まあね、その引っ越しもねそんな簡単に行ったわけじゃなくて荷物が結構増えてたんですよ、この来てから。なんでここまでその引っ越し先までバスか電車を使おうと思って、でそしたら1回じゃ行けないんで2往復なんですよね。1回目で今まで行ったところから電車で1時間ぐらい、バスだと2時間かかるみたいな。で年末なんでなんかこう気まぐれ運休じゃないですけど、わかんないですけど、なんかこう いきなり今日もうこの電車走んないとかこのバスなんか来ないとかっていうのが多くて、もう1日かかりましたね。結構大変でした。まあでも無事まあ引っ越すことができて、でまずちょっとまあ歩いてないんで、その街がね正しいとこがどんなとこかわかんないんですけど、まあ確かに前のとこの方がそれはいいとこですよ、その周りの環境的には。やっぱりそのすごい中心にいたんで、もう、うん、それと比べればそうなんですけど、まあいいかなっていう感じで、はい。でほらすごい綺麗でしょ。カラスだ。襲われるかなこれ。まあそんなことがありながら早くも今年が終わってしまいそうですね。はい、これが上がるのが多分31日頑張れば、そうすると今年最後のあれになりますね。はい、2020年はいろいろありましたが、まあ個人的にはまあいつも通りって言ったらあれですけどね、まあ普通にやってこれたかなとは思うんですけど、またね来年はどうするかっていうのも考えていかなきゃねいけないですけども、そんな感じの年でした。うん、ちょっとお昼食べてなくて、まだじゃない、もう2時なんですけど、今からちょっとハンバーガー食べていきたいと思います。はい、どうも。それでバーガーを食べて、公園で食べてから今帰ってきてます。歩いて、なんかポテトにねチリのあれ辛いペッパーみたいなかかってて、何かけてって言ったかな、俺なんか かけることになってたみたいで、かかっててめちゃくちゃ辛い。2020年ラストは外また公園に行くという感じで終わりそうですね。はい、見てくれた、方々本当にありがとうございました。意外とね全然少ないんですけど、少ないなりにもなかなか見てくれる人とかチャンネル登録してくれる方もいてありがたく思ってます。はい、なんでね2021年もまあコツコツと上げていくので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回会いましょう。さよなら。ってゴミ持ちながらすいませんね。はい。